どうも、皆様ゼミネットです。さあ、飛び盛り実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、ちょっとね、和風チックな村に遊びに行かせていただこうかなと。おやす、624ベルってやべえな、お前。全然金持ってねえじゃねえか。さて、今回訪れさせていただく村なんですけれども、夢番地が 2F00、0024の、94B8 になっておりますということでですね、今回訪れさせていただく村は天下村というところにお邪魔させていただこうかなと思います。もうね、村名からして和風チックな感じだね。124ベルで、さあ、というわけでやってまいりました。夢の世界へようこそ。あなたは今天下という村の夢を見ていらっしゃるのよということで、ちょっと回っていきたいなと思います。なんかね、和風を極めることに取り組んでいるらしいんですよ。すごいですよね、和風への愛が伝わってくるわけなんですけれども、こんにちは。つくもの思いを和風に込めて、いいっすね。ちょっと一周してから行きますか、せっかくなんで。やば、なんかね、洋風チックの要素っていうのはほとんどなくて、もう和風だけにもう全てをつぎ込んだって書いてあったので、かなり楽しみになっておりますね。とりあえず一周しますか。はすげえ、ここでお花見したらめっちゃいいじゃん。おお、テンション上がるな、これ。すっげえな、桜の時期に来たかったね。じゃあ、そうだな、高谷さんから行く。高谷さん行って、まあ純平さんか、カイトさんか、行って、あっちゃんさんね、最後に行きましょうか。とりあえず行きますか。邪魔しまーす。おっと、最初にお出迎えしていただいたのは、ロビーですね、なんか。これお金だろ。あ、金数えてんのか、パソコン使って。そういうことね。OK、旅館なのかな。こっちから行ってみますか。しまーす。おっと、ここは客間ではなさそうなんですけれども、まあ、普通にご自宅なのかな。いや、いいですよね、この時代に流されない感が。さて、上の部屋にやってまいりました。ここ普通に客間っぽいですよね。お手洗いもあって、で4人家族で楽しめるって感じなのかな。あー、よくあるこの旅行中のさ、あの窓際のここ、めっちゃここ好き。まあ、ベッドは一つしかないんですが、まあ、多分ここら辺にしまってあるんじゃないかなと思います。こっちは？こっちも客間かな？おっと、進めないと。ああ、よかった、進めた。オッケーオッケー、ナイスナイス。あの、旅館に行ったら絶対このスペースあるよね。もう大好き、あれ。おーし、というわけで、上の部屋にやってまいりましたが、あ、上の部屋も温泉になってるんだ。おー、いいっすね。これ多分水風呂ですね。で、こっちが電気風呂。なんかもうめっちゃ健康に良さそうなお風呂がたくさんありますね。よりどり緑だな。最後に下の部屋にやってまいりましたが、下の部屋は、あ、お風呂上がりの卓球とかが楽しめるのね。絶対に蹴らないように。入らないでくださいか。絶対に入らないでください。何があるんだろう。気になるところでありますが、レトロゲームが多いな、やっぱり。おー、これは回転寿司か。回転寿司食べれるんだ。止まらないんだ、これ。ずっと動き続ける回転寿司。はい、というわけで1軒目お邪魔させていただいたわけなんですが、家を旅館にしてみました。やっぱ旅館だったんだ。すごいな、家旅館にしたのか。なかなかアグレッシブに生きてますね。じゃあ、このまんま上に行きたいんですが、綺麗かよ、綺麗かよ。ちょっと待って、カイトさん、法廷と図書館できました。法廷、法廷、法廷、なぜに法廷なんだろう。
図書館。あ、真ん中でみんなで本を読める空間があるわけなんですが、ちょっとこっち行ってみますか。図書館。こっちの部屋は？ここはまあ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 、この図書館の管理人室って感じですよね。でもこのタンスを見る限りかなり私物を置いてそう。こっちの、いや、法廷、これか、これが法廷なのか。いやもう図書館で本読んでたらさ、いきなりカンカン。静粛にみたいな。怖え、それちょっと怖いな。よし。左の部屋、あ、左の部屋は普通にお手洗いですね。まあ、植物眺めながらお手洗いができますね。サボテンか。ちょっと怖いな。おーし。上の部屋にやってまいりました。上の部屋なんだこれ。なんかさっきの和風チックなお部屋から一変してかなり近未来な部屋になってしまっている。なんだなんだなんだ？宇宙船みたいな感じですね。最後に下の部屋にやってまいりましたが、くら、うわ、動き出しそう。怖え。動き出しそうじゃない？こいつ。ラスボスとしてさ、和風なゲームによくあるよね。赤老とかに出てきそう。怖ー、俺もう、絶対戦わないとダメなやつじゃん。一瞬で負けそう。おーし、というわけで、2軒目もお邪魔させていただいたわけなんですが、このままちょっと村を先に一周ぐるっと回ってから、ちょっとこっちの純平さんの方に行きたいなと思います。いや、本当に和風、これすごいなー。何時間とかいう話じゃないよね。何ヶ月何年とかけて作り上げた村だと思うんだけど、いやー、どれくらい時間かかったんだろう。まあ、とりあえず今から村長宅に向かっているわけなんですが、どうしようか。なんかここまで来てなんだけど、村長さんのお宅よりも先にあっちゃんさんのところに行こうか。なんか村長さん最後がいいよね。こんにちはーす。ここはどういうお部屋なんでしょうか。どうぞごゆっくり堪能してね。ありがとうございます。というわけで堪能させてもらうわけなんですが、なんかご自宅って感じもしなくもないんだけどな。ちょっとまずこっちから行ってみますか。さて、まずは右の部屋ですね。ハロウィンを楽しんでいたんだね。なんか貯金箱とかがあるから、多分これは普通に自宅なんじゃないでしょうか。こっちのお部屋はハーベスト家具か。まだ部屋が拡張されてないんですね。おっと、グレースの家具か。上の部屋は高級になってますな。なんかお客さんと会談する用の部屋なのかな。まあそれだったら別に全然この広さで大丈夫なんじゃないかなと思うんだけど、すごい高級な家具だね。はい、というわけで最後のお部屋になります。村長さんの純平さんのご自宅に、まあ、伺わせていただこうかなと思うんですが、ハニワくんこっち向いてんの可愛いな。ちょっと頭下げてんのが面白い。近づいたらどこら辺で動き出すんだろう。あ、ここで動き出すんだ。てかめっちゃスローモーションになってんじゃん。もうちょっと行ったら、あ、止まる。ここまで近づいたら動き出す。ゆっくり近づけば近づくほど加速していくと。オッケー、じゃあ行こうか。なんか HHA 用に作った部屋らしいですね。点数を高めるために作ったのかな。まあ、わかるわ。俺も作ったことあるもん。こっちの部屋も、あー、 HHA って感じする。俺もね、なんか黄金家具を部屋いっぱいに詰めたら一体何点になるのかっていう動画撮ったことがあって、なんか1個の部屋で10万点超えたことがあって、ちょっと面白かったっていう。 HHA 難しいよな。こっちも、いやでもここはあれですね、なんか HHA 用って感じはしないですな。普通に和風の家具集めたっていうイメージではありますが。さて、左の部屋は、あーね、これは HHA 用だな。ただ ATM とかもあるんですが、
や、これかなりポイント高いだろうな。何点なんだろう。真ん中と右左だけで相当点数高いよね。よし、上の部屋にやってまいりました。あ、上の部屋も銭湯か。さっきの見た銭湯とちょっと違いますね。配置が違いますね。電気風呂が、あの電気風呂がなくなっている。なぜかここでベッドもありますが、黄金のトイレ、純金でできた黄金のトイレ、これだけでなんかもうどれくらいしそう。4000万ぐらいしそう。最後に下の部屋にやってまいりましたが、下の部屋はレストランって書いてあったのでその通りかなと思います。なんかね、レストラン行った時にさ、一番思うんだけど、まあここの部屋にはないんだけどね、あのソフトクリーム作るやつめっちゃ楽しくない？あれ好きなんですよね。ソフトクリーム作るやつ欲しい。でも HHA って今思えばなんで地下は採点されないんだろうね。あれ謎だな。はい、というわけでですね、今回は天下村にお邪魔させていただいたわけなんですけれども、まあ、かなりね、和風の要素が、まあ、9割型和風の要素があるわけなんですが、夢の天下村ですね、2F00024-94B8 になっておりますということで、ぜひぜひ和風の世界観を楽しみたい方は来てみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこの辺で撮っておきましょう。じゃあな。